高倉屋ギアループマーケット。こんにちは、毎度おなじみルローの配下高倉でございます。今回出品いたしますのはこちら、じゃーん、 iMac です。本体の iMac とキーボードとマウス、こちらを出品したいと思います。とこの雷サージ付きの電源タップですね、まあ、正常に動きますよということをちょっと表現したいので動画回しております。はい、ウィンガーディアムレビオーサ、リンゴマークつきました。まあ、こんな感じでね、普通に使えるんですよ。 Bluetooth のマウスと Bluetooth の何でしたっけ、キーボード、まあ、これでこう無線でね、こうスタイリッシュに使えるっていうものになってまして、実際めっちゃ綺麗です。めっちゃ綺麗、すごい綺麗なのお分かりいただけるでしょうか。すごいね、大切に使ってたので、まあ、引き続き使っていただける方に使っていただけたらななんて思います。なぜ使いこなせなかったのか、私ルローのハイカーでございますから、なんでデスクトップなんだということですよね。もうデスクトップちょっとやっぱこう、僕はもう本当に移動することが多いので、ちょっと今メールとかが立ち上がっちゃってますけども、ちゃんとねお渡しするときは工場出荷時に戻してからやりたいと思います。こんな感じで普通にこれ大雪のどこでしたっけ、白雲岳のあたりこう映ってますけども、まあ、非常にこうねディスプレイが綺麗なのが特徴です。で、システム環境設定じゃないわ、この Mac についてか、これはですね OS X って書いてあるんですけど、バージョン 10.9.5、 プロセッサー 2.9GHz、 インテル Core i5、 あんまり新しいやつじゃないので、なんだろう、めっちゃハイスペックなわけではないです。メモリ 8GB、 1600MHz、 DDR3、 起動ディスクマッキントッシュ HD。 詳しい情報、2010何年に買ったのか覚えてないんですけども、グラフィックスは NVIDIA GeForce GT750M 1024なんちゃらって書いてますね。メモリはストレージもうガラ空きっていう状態ですね。まあ、こんなものになっております。 Twitter や Instagram でも募集中ですし、まあ、価格は応相談という形になるんですけれども、まあ、もし可能でしたらね、お渡しするときに一緒に焼肉でも行けたらなと思ってますけども、いかがでしょうか。あと Twitter の方で何書いたっけな、そう、 Twitter の方でもこういう風につぶやいてます。もしよければご連絡よろしくお願いします。 Apple の iMac を譲りますということで、やっぱり、ね、ポータビリティがなかったんですよね。なんて言うんでしょう、自分が昔110リッターのバックパックを長崎からの方にこう譲ったことがあるんですけど、そんな感じ、ちょっとでかすぎた自分には。本体、キーボード、マウス、雷サージ付きの電源タップ、あ、外箱はないです。外箱はありません。まさか手放すことが来ると思ってなかったので破棄してしまいましたので、このままのお渡しになります。でもこんな感じでね、正常に稼働しますんで、いい感じかなと。で、見た目も綺麗です。工場出荷時にしてからのお渡しということで、ご検討いただけますと幸いです。という感じで、最近はですね、家の中をすっきりさせつつ、なるべくこう山旅に使える時間を増やそうということで、いろいろとやっております。今後ともどうぞ日常高倉もよろしくお願いいたします。それでは本編、北アルプスの登山遠征の様子もどうぞ。出会いビバークポイントにもなっている、順調です。
続きこういった形の故障っていうのが続いています。北アルプス深部大和渓谷中層機。